皆さんこんにちは、石井正則です。京都国際写真祭2023行ってきました。点在する十数箇所のギャラリーや寺院などで行われたこの写真祭、ほぼ全ての会場を回りましたが、1分のショートでは全てを伝えきれないので超ダイジェストでお送りします。京都ならではの空間で写真を感じるという点も含めて素晴らしい写真祭でした。もちろんこのショートだけでは何も伝わらないと思いますが、エネルギーだけでも感じていただけたら。この動画がアップされた次の日、5月14日までということで取り急ぎまとめてみました。後日改めて Vlog としてまとめて、しっかりした説明を含めての動画にしようかとも思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。